では次、ここから品詞を見ていきます。まずは名詞から見ていきます。人や物の名前を表す言葉を名詞って言うんですよね。で、名詞は大きく分けて2つあったんですよね。1つ目は数えられる名詞、加算名詞とか言われます。もう1つは数えられない名詞、不加算名詞とか言うんでしたよね。数えられる名詞、加算名詞っていうのは1つ、2つ、3つって数えやすいものです。例えばね、車、カーとか犬、ドッグとかですよね。そんな数えられる名詞には重要なルールがあったんですよね。それは単数なら名詞の前に A をつけようと、複数なら名詞の後ろに S をつけようというものでした。例えば、私は一冊の本を持っているって言いたかったら I have a book というふうに A をつける必要があったんですね。じゃあ私は5冊の本を持っているって言いたかったら I have 5 books というふうに book の後ろに S をつける必要があったんですよね。さらにこの単数の A に関して一つ注意点があったんですよね。それは母音で始まる名詞やったらあじゃなくてあを使おうというものでした。あいうえおで始まる音を母音って言って、それ以外の音を子音というんでしたよね。例えばリンゴ、アップルっていうのはあで始まっているので母音で始まる名詞です。でも学校、スクールっていうのはすで始まっているので子音で始まる名詞です。で、そんな母音で始まる名詞なら単数の時前にあじゃなくてあをつけるというルールがあったんですよね。例えばこれは一つのオレンジだよって言いたい場合、This is an orange っていうふうに、オレンジっていうのは、を母音で始まっているんで、あじゃなくて、あんを使うんですね。でも、複数の時はね、変わらず S をつけるだけです。これらは7つのオレンジだよって言いたかったら、These are 7 oranges。These っていうのは、This の複数形、これらという意味でしたよね。このように、単数の場合は、母音か子音かで、あんかが決まるんで注意が必要でした。複数の S の場合もね、ややこしい S の付き方するやつあったんですね。それに注意です。どんなあったかというと、X、S、CH、SH で終わる名詞には ES をつけるんでしたね。例えば、箱、ボックスの複数形は boxes っていう風に S じゃなくて ES がつきます。次、子音足す Y で終わる名詞の場合は Y が I に変わって ES がつくんでしたね。例えば、赤ちゃん、baby は子音足す Y で終わる名詞なんで Y の部分が I に変わって ES がつきます。そして、F や FE で終わる名詞は VES になるんでしたね。ナイフは FE で終わる名詞です。複数形にするとこの FE の部分が VES になります。最後、形が変わるものにも要注意でしたね。女性、ウーマンは複数形にすると Women と、もう S とか関係なく形が変わっちゃうんでしたね。例文で見てみましょう。あれは一つの時計です。やったら That is a watch。やけど、あれらは二つの時計です。やったら Those are two watches となるんですね。Watch は CH で終わる名詞なんで、複数形を作るときは ES をつけるんでした。次の例文、私は一つの物語を書くやったら I write a story やけど、私は三つの物語を書くやったら I write three stories。 story っていうのは子音足す Y で終わる名詞やから Y の部分が I に変わって ES つくんですね。次の例文、これは葉っぱですやったら This is a leaf。 これらが葉っぱですにしたかったら These are leaves にするんですね。Leaf は F で終わる名詞やから VES に変えます。じゃあ最後の例文、彼女は一人の子供が好きですって表現したい場合 She likes a child という風になります。この likes の S は主語が三人称単数の時動詞に S をつけるという三単元の S のことでしたね。で、この child という名詞は複数形子供たちにすると形そのものが変わってしまうやつです。だから彼女は子供たちが好きだって表現したかったら She likes children と、もう形そのものを変えてあげる必要があります。以上のように数えられる名詞、加算名詞の場合は単数なら前にあをつける、複数なら後ろに S をつけると、単数複数を区別することが大事だったですよね。じゃあ次、数えられない名詞、不加算名詞を見ていきましょう。で、そもそも数えられない名詞ってどういう意味やねんというと、1つ、2つ、3つと数えにくいもののことです。具体的には決まった形がないものやったり、そもそも1つしかないものやったり、全体をまとめて表す表現やったりします。決まった形がないというのは、例えば水、ウォーターとか紙、ペーパーみたいなやつです。ウォーター、水とかティー、お茶っていう液体は決まった形がないからコップとか入れないとね、数えにくいですよね。あとペーパー、紙もね、形とかサイズ決まってないですよね。大きい新聞紙みたいな紙かもしれないし、メモの切れ端みたいな紙かもしれないですもんね。次、そもそも一つしかないものっていうのは、トーム、人の名前とか、オーストラリア、場所の名前とか、サイエンス、科目名、これ理科のことですね。とか、ベースボール、スポーツ名、これ野球のことです。とか、これがそもそも一つしかないものです。まあ、数える必要がないという感じですよね。じゃあ最後、全体をまとめて表すものっていうのは、マニー、お金とか、ホームワーク、宿題とか、フィッシュ、魚とかのことです。
例えばマニーっていうのは1円とか100円とか1万円とかね、全部まとめてお金って言いますよね。ホームワークもね、数学の宿題や英語の宿題や何やの宿題とまとめて宿題って言いますもんね。で、魚、フィッシュ、もうこれも基本的には数えられない名詞として有名です。このフィッシュっていう単語は魚一匹っていうよりも魚類全体をまとめて表現している、そういうイメージの単語です。で、数えられない名詞、複数名詞で重要なことは、さっき見たような単数の R とか複数の S っていうのがいらなくなるんでしたね。例えば例文、私は数学が好きですっていうのは I like math と言います。このます数学っていうのは数えられない名詞、科目名なんでね、数えられない名詞だからあとか複数の S いらなくなるんですね。もう一つ例文、あなたはお茶が欲しいですか？ Do you want tea? っていうのは tea、 やっぱりこれも液体なんで数えられない名詞やから単数のあとか複数の S いらなくなります。このように数えられない名詞、複数名詞や単数のあとか複数の S がいらなくなるんでね、罠引っかからないように気をつけましょう。そのためにもね、もう数えられない名詞に出会うために、あ、これは数えられない名詞だなと覚えていくことが大切です。今見てきた通り、複数名詞っていうのは1つ、2つ、3つっていうふうに数えることはできませんが、単位を表す言葉を使って量を表すことはできます。早速具体例見ていきましょう。例えばコップ1杯のお茶って言いたかったら A cup of tea、 コップ2杯のお茶やったら2 cups of tea というふうに表現できます。ポイントはやっぱりここですね、 A cup、 2 cups のところです。お茶、ティー自体はね、不可算名詞なんで S とかもちろんつけられないんですが、この単位を表す語のところでね、コップ1杯なら A cup、 コップ2杯なら2 cups というふうにして表現します。他の例も見て理解を深めていきましょう。グラス1杯の水やったら A glass of water、 グラスサーバーの水やったら3 glasses of water、 グラスっていうのはそのままグラスを使うんですね。1杯なら A glass、 グラスサーバーなら3 glasses となります。1枚の紙とか紙を数えるときは piece を使います。1枚の紙は A piece of paper、 4枚の紙やったら4 pieces of paper となります。じゃあ例作文も見ておきましょう。私は毎日コーヒーを5杯飲む、これ英語でどういうでしょうか？ I drink 5 cups of coffee every day となります。ポイントはやっぱりここですね、コーヒー5杯、コーヒーっていうのは不可算名詞なんで5 cups of coffee というふうに表現してあげます。じゃあ次は量を表す表現で代表的なものを見ていきましょう。たくさん、いくつか、少し、これね、加算名詞と不加算名詞で表現がちょっと変わったりします。見ていきましょう。まずたくさん表したいとき、加算名詞では many を使います、不加算名詞では much を使います。で、両方ともに使えるのが a lot of という表現です。じゃあね、many と a lot of とか much と a lot of はどう使い分けるのっていうと、 a lot of はね、肯定文でよく好まれて使います。次、いくつかを表すためには加算名詞でも不加算名詞でも同じ、両方とも some が使われます。でこれもね、肯定文で使う表現で、否定文、疑問文では別の表現が使われます。それを何やって言うとね、 any という表現でしたよね。で、本当言うとね、 any の意味合いっていくつかっていうよりも、もしあれば何でも OK っていう感じの意味なんですが、まあ、とりあえず今の時点ではね、 some は肯定文でしか使われへんから、否定文、疑問文では代わりに any 使うと、そう捉えておきましょう。最後、少しの量を表したいとき、加算名詞では a few、 不加算名詞では a little を使うんでしたよね。特にこの加算名詞で使われる a few っていうのは、数えられるやつで少しっていうことなんでね、 2,3 のって訳されることが多いですよね。またね、注意せなあかんのが、 a がなくなった場合の意味、 few とか little っていうのは少しじゃなくてほとんどないっていう意味になるんでね、そこも注意しておきましょう。以上のことをね、例文でも確認しておきましょう。私はたくさんの本を持っている、私はたくさんのお金を持っているって言いたいとき、過去に何入れたらいいでしょう？というと、この場合 a lot of がいいです。肯定文では a lot of が好まれて使うからです。で、 books は加算名詞、 money は不加算名詞ですが、 a lot of はね、両方に使えるんで、両方とも a lot of がいいです。じゃあ次の例文、あなたはたくさんの本を持っていますかとか、あなたはたくさんのお金を持っていますかって聞きたいとき、過去に何を入れたらいいでしょうか？この場合、 books の方は加算名詞、数えられる名詞なので many を使うべきです。そして money の方は不加算名詞なので many は使えない、代わりに much を使います。でね、アロトバはどうやねんって言うと、アロトバ全然ダメなわけじゃないです。ただまあ、アロトバも肯定語で好んで使うというふうに覚えとけばシンプルでいいかなと思います。じゃあ次の例文。私はいくつかのリンゴが欲しいとか、私はいくつかお水が欲しいって言いたいとき、どうすればいいでしょうか？いくつかの量を表現したいときは、加算名詞にしろ、不加算名詞にしろ、sum を使います。じゃあね、この sum の文章を疑問文にしたらどうなるでしょう？というと、any にします。だって sum っていうのは基本的に肯定文で使う表現やからです。じゃあ最後の例文いきましょう。私は少しのペンが必要ですって言いたいときどう表現するか。そして私は少しの時間が必要ですって言いたいときどう表現するか。
手とペンは数えられる加算名詞なので、加算名詞で少しを表現したいときは a few を使うんですね。 a few です。で、time の方は時間という意味では不可算名詞なんで、これ a few は使えないです。だから a little にしてあげます。では、次のテーマ、形容詞いきましょう。形容詞って何やったかなっていうと、名詞を詳しく説明する言葉、それが形容詞だったんですよね。例えば、長いペンって言いたいとき、英語で long pen と言うんですよね。この長いっていうのは、どんなペンなんかを詳しく説明するための言葉ですよね。それと一緒で、ロングペンのロングっていうのも、どんなペンかを詳しく説明する言葉。このロングが形容詞です。例文で見ておきましょう。これ一本の長いペンですって言いたかったら、This is a long pen と表現するんでしたね。複数バージョンも見ておきましょう。This を複数にしたら、These、これらになるんでしたよね。だから答えは、These are long pens となります。ポイントはやっぱり、These っていうのが複数形だから、B 動詞を Amorize のうち R を使うようになるんですね。そして名詞の方にもね、複数の S をつける必要があります。代わりにここのアっていうのがなくなるんですね。じゃあよく出る基本的な形容詞を見ておきましょう。良いは good、 悪いは bad やったんですね。大きいは big、 小さいは small やったんですね。新しいは new、 古いは old やったんですね。例文にして見ておきましょう。あれは良い時計ですっていうのは that is a good watch。 good、 良いっていうのは時計にかかる形容詞です。 good watch で良い時計で、一つやからちゃんとアをつけてあげるっていう文章です。じゃあ次の例文。あれらは古い学校ですっていうのは those are old schools。 old、 古いっていうのは school、 学校にかかる形容詞ですね。で、今回主語があれらっていう複数なんで B 動詞は R になってるし、名詞には S がつくんですね。 R じゃなくて複数やから S がつくっていうのも注意点です。そんな名詞を詳しくする形容詞ですが、ちょっと違う用法もあります。まずはこの文章を見てください。 Tom is a kind boy、トムは親切な男の子ですという意味です。この kind っていうのはボーイにかかる形容詞ですよね。で、この文でね、表現を短くして、Tom is kind、トムは親切ですと言ってもいいですよね。で、ここで見比べてほしいのが、上の kind はね、ボーイにかかってますよね。でも下は kind だけで終わってますよね。こうやって B 動詞の後に形容詞だけ、名詞にかかることなく形容詞だけで終わるというのも OK です。そしてさらに上の文章では kind boy というふうに名詞があるから一つならあをつける必要はあるんですが、下の文ではね、後ろ名詞ないですよね。だからたとえ一つやってもあとかつける必要ないです。もう形容詞だけで終わります。で、この考えを使った書き換えが大事だったんですね。これは大きい箱ですと、この箱は大きいですっていうのは同じような意味ですが、表現としては少し変わります。上の文章だと This is a big box となります。下は This box is big です。で、なんでやってるとね、日本語見たらわかります。上の方はこれは大きい箱です。だからこれっていうのは This やったんですね。で、大きい箱は Big Box です。だから This is a Big Box っていう風に Big Box が塊になるんですね。で、名詞があって単数やからあがいるっていうところです。でも下の方見てください。下はこの箱は大きいです。この箱で1セットなんですね。この箱っていうのは This Box と表現します。This box は大きいんですから This box is big という表現になります。で、ここは名詞がないんやからあとかつけなくていいんですよね。似たような例文を複数バージョンでも見ておきましょう。これらは美しい花ですと、これらの花は美しいです。どう表現が変わるでしょうか。上の文章は These are beautiful flowers、 下やと These flowers are beautiful となります。上の文章はこれらは美しい花です。美しい花が1セットなので Beautiful flowers が1セット、これらがジーズなんで These are beautiful flowers です。下の文章はこれらの花は美しいです。これらの花が1セット、 These flowers で1セットです。が美しいんですから These flowers are beautiful となります。では次は副詞について見ていきます。さっきやった形容詞ですね。今回副詞は名詞以外の言葉を詳しく説明する言葉、それが副詞です。さっきやった形容詞は名詞を詳しく説明、今回の副詞は名詞以外の言葉を詳しく説明です。例えば Dogs run っていうのは犬は走るっていう文章ですよね。で、これ犬は速く走るって言いたかったら Dogs run fast っていう表現になります。この fast っていうのは速いっていう意味でしたね。ファストフードとか言いますもんね。で、この fast は走る、 run にかかってるんですね。速く走るっていうふうに、こういう名詞以外の言葉、今回は動詞です。動詞にかかってるからこれ副詞なんですね。もう一つ違う例文を見ておきましょう。彼は一生懸命科学を勉強する、英語でなんというか、He studies science hard となります。今回この一生懸命が副詞なんですね。一生懸命勉強するっていうふうに動詞にかかっている副詞です。
これを無視したら、彼は科学を勉強する。He studies science という文章になります。ここ、studies になっている理由わかりますよね。主語が三人称単数なんで、動詞に S をつける必要があったんですね。そして、一生懸命を表す hard を最後につけます。副詞はね、全部が全部じゃないですけど、最後につくのが多いです。で、ここまでに見た fast とか hard というのは動詞にかかる副詞でしたよね。でも、形容詞とか他の副詞にかかるそんな副詞もあります。その一番の例が、とてもの意味を表す very です。例えば、とても親切な very kind、 とても忙しい very busy、 とても美しい very beautiful。 この very は kind、busy、beautiful という形容詞にかかっているんですね。また very は他の副詞にかかることもできます。先やったね、fast にかけて very fast、 とても早くとか、very hard、 とても一生懸命にとか、あと well っていう表現もよく出てきます。 well は上手にという意味です。 very well でとても上手にという意味です。じゃあ例文見ておきましょう。エミはとても上手にピアノを弾く。これどう表現したらいいでしょうか。 Amy plays the piano very well となります。ポイントはとても上手にっていうのが弾くにかかる副詞なんですね。一回これを無視すると、エミはピアノを弾くという文章です。 Amy plays the piano となりますよね。主語が三人称単数なので動詞に S を忘れないようにすると。でそれにとても上手にを表す very well をつけると。で副詞はね、最後に置くことが多いです。 Amy plays the piano very well となります。では次、代名詞を見ていきましょう。ここまでね、B 動詞の文章 I am a student でも、一般動詞の文章 I play tennis でも、 I って何回も見てきましたね。 I ってどういう意味でしたっけ。というと、もちろん私なんですが、私はとか私がと訳したいところです。というのも、英語って同じ I でも文の中でね、どうやって使われるかによって形がコロコロ変わるんでしたよね。私には I, my, me, my っていう4つの形があるんでしたよね。じゃあこの4つの形って言って、どうやって使い分けるんでしたっけ。というと、何々はとか何々がとか、主語の時は1番目の I を使うんでしたよね。で次、私の車とか私のペンっていう風に、なんちゃら乗って言ってる時は my を使うんですね。でその次、動詞とか前置詞の後に来るやつ、前置詞っていうのは in とか to とか of とかそういうやつでしたね、の後は3番目の me を使うんでした。でその本私のものやでとか、なんちゃらのものって言いたい時は4番目の mine を使うんでしたよね。具体的な使い分けを例文で見ていきましょう。例えば、私はお昼ご飯を作るって言いたいとき、何番目を使えばいいでしょうか。というと、私は、私がっていう主語のときは1番目を使うんですね。はい、という答えです。じゃあ次、これは私のペンだよ、私のペンだよって言いたいとき、どれ使ったらいいでしょうか。というと、なんちゃらのって言いたいときは2番目を使うんですね。だから This is my pen、 my を使います。じゃあ次、あなたは私のことを知っているよねって言いたいとき、どれ使ったらいいでしょうか。というと、 know、 知っているっていう動詞の後に来るんで、3番目の me を使います。じゃあ次、あれらの机は私のものだよって言いたいとき、どれ使ったらいいでしょうか。というと、なんちゃらのものって言いたいときは4番目を使うんですね。 mine です。 those desks are mine となります。じゃあこのような4変形を他の代名詞でも押さえていきましょう。まず、あなたどうなるでしたっけ。 you、 your、 you、 yours でしたよね。じゃあ次、彼はどうでしたっけ。He, his, him, his でした。じゃあ彼女は She, her, her, hers でした。じゃあそれは It, it, it となります。4番目はなかったんですね。じゃあ Tom、 人の名前だったらどうでしたっけ。 Tom, Tom's, Tom, Tom's となるんでしたよね。じゃあ私たち We, our, us, ours でしたよね。彼ら、彼女ら、それら They, their, them, theirs でしたよね。でね、うわ、こんな覚えなあかんのが最悪やなって感じですけど、もうすら気づいてるかもしれないですね。4番目と2番目って大体似てますよね。大抵の4番目は2番目に S をつけた形です。2番目に S がついてる。で、もともと2番目に S がついてるやつはそのままの形になっているんですね。例外はもう前が前になるぐらいで、2番目に S をつけりゃ4番目やなと。あとは何と言っても口で覚えることですよね。掛け算のククンみたいにね、もう言ってたら勝手に覚えるわと。そういう形でね、 I by me my you your you yours he his him his she her her hers he his it tom tom's tom tom's we are ours ours they are them theirs って言ってたらね、勝手に覚えていきます。じゃあこれも使い分けを例文で確認しておきましょう。彼らは親切だって言いたいとき、どうしたらいいでしょうか。 they ですよね。というのも、彼ら、彼女ら、それらは they they are them they are です。彼らはっていう風に主語になるときは1番目を使うんで全員ですね。じゃあ次、あれはあなたの絵だよ、あなたの写真だよって言いたいとき、あなたのって言いたいときどうすればいいでしょうか。 Your ですよね。
あなたは You, Your, You, Yours です。あなたの写真って言った時、何々のって言った時は2番目を使うので Your です。じゃあ次、彼は私たちを知っている、私たちを知っているって言った時どうすればいいでしょうか。 He knows us、 us を使います。私たちは We are us ours。 そして know っていう動詞の後は3番目を使うんでしたね。だから us を使います。次、彼女は彼と一緒にピアノを弾くって言いたいときどうしたらいいでしょうか。 him を使います。 She plays the piano with him。 彼っていうのは he, his, him, his ですね。で、この with っていうのがなんちゃらと一緒にっていう前置詞というやつです。前置詞の後は3番目を使うんですね。だから him です。じゃあ最後の例文です。これらの花はトムのものだよって言いたいときどうすればいいでしょうか。 These flowers are Tom's となります。人の名前の時はトム、トムズ、トム、トムズみたいに変形するんですね。2番目と4番目の時はこのアポストロフィー S、 このちょぼっと S をつけるっていうのがポイントだったんですね。ではここから疑問詞について勉強していきます。疑問詞っていうのは何とかどことかいつとか質問する時に使う言葉でしたよね。で、ここで勉強するのは What と Which です。What は何って聞く時に使う言葉でしたよね。Which はどっち、どちらって聞く時に使う言葉でした。で、疑問詞で大事なことって順番やったですよね。疑問詞足す疑問の語順で文を作っていきます。何言ってるか、例えばこの文章を見てください。 What is this? これは何っていう文章ですよね。 What っていう疑問詞が来て Is this? っていう疑問文の語順になってます。これ何言ってるかっていうと、 This の文って普通の文章肯定文ではこれは何々です、 This is ごにゃごにゃっていう順番でしたよね。でも疑問文やと Is this? ごにゃごにゃという順番になりました。その疑問文の語順がこの疑問詞の後に来るよということです。答える側の表現も見ておきましょう。 It is a pen みたいな感じで答えます。ポイントは This が It に変わっているところですよね。日本語でもそうですね。これ何って聞かれたらそれペンだよっていうふうに、これがそれに変わるのと一緒で、英語でも This が It に変わります。あと何気に細かいところですが、イントネーションもちょっと変わるんでしたね。普通の疑問文だと Is this an orange? みたいに文末上がっていくんですが、疑問詞の文詞だとね、 What is this? みたいに下がっていくんでしたよね。別の例文も見ておきましょう。 What are those box? あれらの箱は何ですかという文章です。ポイントはやっぱりここの並び順です。あれらの箱はなんちゃらです。普通の文章肯定文やったら Those box are ごにゃごにゃやけど、疑問文にしたら are が先頭に来て are those box ごにゃごにゃってなるんですね。その順番が What に続きます。で、答える人もね、あれらの箱何って聞かれたやから、それらはって答えるんですね。They are presents。それらはプレゼントですって言ってます。と、ここまでね、B 動詞の例文見てきたんですが、もちろん一般動詞にも使えます。そして一般動詞の時も、やっぱり疑問したす疑問の語順になっています。例えばこの例見てください。What do you have in your bag? あなたはバッグの中に、カバンの中に何を持ってるんですかっていう文章です。ポイントはやっぱり語順ですよね。What 疑問詞の後に Do you have っていう疑問文の語順が来てます。で、あなたは何を持ってるのって聞かれてるから答えるが、私はオレンジを持ってます、 I have oranges みたいに答えます。じゃあここから What の文章でめちゃミスが多いとこ見ていきます。あなたは何のスポーツが好きですかって英語でどう聞けばいいでしょうか。答えは What sport do you like となります。今回のポイントは何のスポーツっていうのが一セットなんですね。だから What sport、 これを一セットにしてあげる必要があります。よくね、スポーツを後ろにつけちゃう人がいるんですけど、そうじゃなくて何のスポーツが一セット、 What sport do you like です。あと細かい話ですがね、このスポーツの後ろに複数の S をつけて What sports do you like って聞いても OK です。で、この複数形にした場合は答え何個も複数答えていいよっていう、そういうアピールになるんですね。この複数形がないときはできれば1個で答えてほしいということです。じゃあ次、似たような例文。トムは何の動物が好きですか。これ英語で何て言うでしょうか。答えは What animal does Tom like となります。やっぱりポイントは何の動物っていうことなんでね、 What animal で1セットです。単数で答えてほしいときは単数やし、いっぱい答えてほしいときは複数形にします。あと何気に主語がトムなんで三単元の S、does を使うっていうのも大事ですよね。そしてさらにこの What で疑問詞が固まるパターンは時間とか曜日聞くときにも使われます。例えば今何時ですかって聞きたいときは What time is it now? みたいに聞きます。この What time で何時っていう意味になるんですね。答える側は It is 7 o'clock みたいに答えます。このね、 o'clock っていうのがちょうどっていう意味だったんですね。なくてもいいです。 It is 7 やったら7時頃やでという感じで、 It is 7 o'clock やったら7時ちょうどやでという意味です。違う例も見ておきましょう。 What time do you have lunch?
We have lunch at 12:30. 何時にあなたたちはランチ、昼食を食べるんですかという文章です。私たちは食べるよ、ランチを。at 12:30。12は12、30は30ですね。これ12時半のことです。時間の前は at をつけるんでしたね。私たちは12時半にご飯を食べるよという意味です。次の例文、What day is it today? これどういう意味でしょうか。What day 直訳すると何の日なんですが、これ曜日を聞いてるんですね。今日は何曜日ですかって聞く文章です。答える側は It is Friday 金曜日だよみたいに答えます。じゃあ次はどちらの意味を表す which について見ていきます。もう意味が違うだけで使い方は what とほぼ一緒です。例えば which is your book? どちらがあなたの本ですかという意味です。答える側は The big one is みたいに答えます。で、この one って何やねんというと、これ一つじゃなくて book のことを表しています。英語ってね、同じものの繰り返しを避けるために one で置き換えることがあります。ここをブックにしちゃうとブックブックしつこいですもんね。 The big one is でその大きい方ですみたいな感じです。あとこの which っていう文章は後ろに A or B という形が続くことも多いです。例えばこの文章 which is your favorite テニス or サッカー、あなたのお気に入りはどっちですか、テニスですかそれともサッカーですかという意味です。答える側はサッカー is のように答えます。もちろん一般動詞の文にも使います。 which do you want coffee or water、どちらがあなたは欲しいですか、コーヒーですか、水ですかっていう文章です。 I want water のように答えます。あとどちらの本があなたのものですかって聞きたいときは Which book is yours と尋ねます。 What のとこでも似たようなことやりましたね。どちらの本なんでね、 Which book で一セットです。で、 yours があなたのものっていう意味でしたね。どちらの本があなたのものですか、答える方はその小さい方だよ、 The small one is のように答えます。最後にもう一つ例文見ておきましょう。Which book do you want? This one or that one? どちらの本をあなたは欲しいですか、この本ですか、それともあの本ですかという意味です。答える側は私は欲しいあの本を、 I want that one のように答えます。では次、疑問詞 went where について見ていきます。とはいってもね、ここももう第3ね、50については what which とほとんど一緒で意味が変わるだけですね。 when はいつ、 where はどこって聞く文章でしたよね。早速例文見てみましょう。 When is your birthday? いつですか、あなたの誕生日、あなたの誕生日はいつですかと聞く文章です。答える側は It is January 9th のように答えます。次の例文、 When do you watch TV? いつあなたは見るの、テレビを、あなたはいつテレビを見るんですかという文章です。やっぱりね、 When という疑問詞の後に疑問文の語順が続いてるんですね。答える側は I watch TV before dinner のように答えます。この文章のポイントはやっぱりこの before ですよね。 before は before ゴニャゴニャで、ゴニャゴニャの前、 before dinner で夕食の前という意味になります。ちなみに after ゴニャゴニャで、ゴニャゴニャの後をやったんですよね。このように時間を表すのに相性のいい表現も一緒に押さえておきましょう。じゃあちょこっと英作文してみましょう。友はいつテニスをしますか、放課後です。英語でどう表現するでしょうか。答えは When does Tom play tennis?いつなんでね、 when を使います。 when の後疑問文の語順が来るんですね。 Tom はテニスをしますか、なんで does Tom play tennis が来ます。答える側は放課後なんで after school、 after さっき見ましたね、なんちゃらの後、学校の後やから放課後になるんでしたね。これは主語動詞も添えて he plays tennis after school のように答えてもいいですよね。じゃあ次、どこっていう意味の where を見ていきましょう。とはいってもね、もう意味が変わるだけで作り方は一緒です。例えば where is your camera、あなたのカメラはどこですかという文章です。やっぱりどこを表す where という疑問詞に疑問文の語順が続くんですね。答える側は It is on the table、 それはテーブルの上にあるよのように答えます。本はね、後の前置詞のところで詳しく見ますが、ゴニャゴニャの上という意味が出るんでしたね。ちなみにゴニャゴニャの下って言いたいときは under を使うんでしたね。別の例文も見ておきましょう。 Where are my cats? どこですか、私の猫たちは、私の猫たちはどこですかと聞いてます。それらはゴニャゴニャの下だよ、木の、それらは木の下にいるよ、 They are under the tree と答えてます。ポイントは Under はさっき見た表現ですね。ゴニャゴニャの下です。 Under the tree、 木の下ですね。で、 My cats、 私の猫たち、複数形を受けているんで、それらって返すために They で答えてます。もちろん Where も一般動詞の疑問があります。 Where did you live? どこにあなたは住んでいたのですか。 Did なんで過去を表すんですね。答える側も I lived in Osaka、 私は大阪に住んでたよ、過去で聞かれてるんで過去で答えるんですね。では次は疑問詞の Who と Whose を見ていきます。
Who は誰って聞きたいとき、Who's は誰のものって聞きたいときに使う表現でしたね。例えば Who are you? あなたは誰ですかという意味です。やっぱり注目点は疑問詞の後に疑問文の語順が来ていることですね。答える側は私は太郎です、 I am 太郎のように答えます。あなたは誰ですかって聞かれているから私はゴニャゴニャですって答えるんですね。別の例も見ておきましょう。あの少年は誰ですかって聞きたかったら Who is that boy? と聞きます。答える側は He is Tom のように答えます。あの少年は誰ですかって聞いてるんやから彼はゴニャゴニャですって答えるんですね。でこれもやっぱり疑問詞足す疑問文の語順でできてます。だからここまでは簡単なんですけど、実は Who の文章一般動詞の時かなり注意が必要です。例えば誰がピアノを弾きますかって英語で何と表現するでしょう。というと Who plays the piano となります。でこれまでとの大きな違いは語順ですよね。これまでは疑問詞 Who 足す疑問文の語順やったのに、今回疑問詞 Who の後にいきなり動詞 play が来てますよね。で英語でよく出るね、 S は主語、 V は動詞なんですが、この Who っていうのは主語みたいになれるんです。だから I play the piano みたいに Who plays the piano も OK なんですね。でさらにさらに注意なのは動詞に S をつけないとダメです。というのも主語の役割をする時の Who は三人称単数扱いをするんで、動詞に三単元の S をつけてあげる必要があります。答える側はね、私ですなら I do、 トムですだったら Tom does のようにね、これ一般動詞の文なんで do とか does を使って答えます。別の例も見ておきましょう。誰が英語を教えますかは英語でどう表現したらいいでしょうか。答えは Who teaches English となります。やっぱり大事なことは Who がね主語的な役割をしてて直後に動詞が来てます。でさらにその動詞は Who が三人称単数扱いなんで三単元の S をつけてあげる必要があります。答える側もあなたですやったら you do、エミですやったらエミダンスのように答えます。またまた別の例文、誰がこの本を買ったのはどう表現すればいいでしょうか。答えは Who bought this book となります。ポイントはね、この買ったっていうのが過去形ですよね。だから buy の過去形の bought を使ってあげる必要があります。答える側も私だよ I did とか、 Ken だよ Ken did みたいに did を使って過去の表現を使って答えます。じゃあ次は Who's 誰のものの使い方を見ていきます。基本的な使い方は Whose pen is this、誰のペンですかこれは、これは誰のペンですかという形です。 Whose pen が誰のペンという疑問詞の塊で、その後に Is this という疑問文の語順が来てるんですね。答える側は It is mine、 それは私のものだよのように答えます。で似たような意味で Whose is this pen って聞くことも OK です。 Whose が誰のもの、 This pen がこのペンなんでね、このペンは誰のものですかっていう形です。ただね Whose pen is this の方がいっぱい使われてるんで、もうこっちで押さえといたらいいです。じゃあ例文見てみましょう。あれは誰のギターですかって何て表現したらいいでしょうか。 Whose guitar is that? となります。答える側は It is Tom's のように答えます。 Tom のものって言いたいとき、人のときはね、このアポストロフィー S をつけるんでしたね。別の文も見ておきましょう。これらは誰のカバンですか、まあ、何て表現したらいいでしょうか。 Whose bags are these? となります。これらっていうのがね、these 複数なんで、バッグに複数の S をつけてあげる。そして B 動詞は複数の時は are を使うんでしたね。答える側は they are hers のように答えます。これらはって聞かれてるから答える人はそれらはごにゃごにゃですって答えるんですね。で彼女のものやったらね、 she, her, her, hers、 4番目を使うんで hers です。では次、疑問詞 how について見ていきます。 how の意味は2つあります。1つはどのようにごにゃごにゃ、もう一つはどれくらいこにゃこにゃと聞く文です。例えば How do you go to school? どのようにあなたの学校へ行くのですか。疑問詞 How 足す疑問文の語順でできています。答える側は I go to school by bus のように答えます。ポイントはこの by です。交通手段の前には by を使うんでしたね。 by bus っていうのはバスでって意味です。私はバスで学校へ行きますと答えています。似たような例文も見ておきましょう。 How does he come to school? これもどのように彼は学校に来てるんですかと聞いてます。疑問詞 how 足す疑問文の語順ですね。で he は三人称単数なんで do じゃなくて does を使ってます。で彼は学校に歩いて行ってますよって言いたかったら he walks to school というふうに walk to っていう表現を使います。 walk to ごにゃごにゃはごにゃごにゃへ歩いていくという意味です。だからね、交通手段の前は by やけど歩いていく場合は walk to っていう表現を使いましょう。次、ここからはどれくらいの意味が出る how の使い方を見ていきます。代表的なのがこれですね。 How many pens do you have? どれだけたくさんのペンをあなたは持っていますかと聞いてます。答える側は10本だよ I have 10のように答えます。この数を聞く表現 How many ごにゃごにゃ do you have? みたいなめちゃよく出ますよね。
じゃあこの表現使った英作文考えてみましょう。エミは何冊の本を持っていますか？20冊です。何と言えばいいでしょうか？答えは How many books does Amy have? She has 20 となります。上の文との違いは主語が Amy なんでね、三人称単数で S つけるんで Do じゃなくて Does になってます。あとはね、やっぱり何冊の本、どれだけ多くの本なんで How many books と聞きます。答える側も彼女の持っている She has ですね、主語が三人称単数だから Have が Has になります。で20だから20、 She has 20です。じゃあ次の例文、 How old are you? これどういう意味でしょうか？直訳したらどれくらい古いのあなたはとなります。だからこれ年齢聞いてるんですね。あなたは何歳ですかと聞いてるんですね。答える側は I am 13 years old のように答えます。この years old を省略して I am 13 でも OK です。じゃあまたまた英作文考えてみましょう。あなたのお兄ちゃんは何歳ですか？17歳です。何と言えばいいでしょうか？答えは How old is your brother? He is 17 years old。 years old 省略して He is 17 でも OK です。あと2つだけ How を使ったよく出る表現確認していきます。1つ目は How tall is Tom? Tall は背が高いという意味でしたね。ちょっとおしゃれなファストフード店やったらジュース L サイズじゃなくてトールサイズみたいなの言いますもんね。だからこれ Tom はどれくらい背が高いんですか、 Tom の身長いくつですかって聞いてます。答える側は He is about 2 meters tall のように答えます。 About は約って意味でしたね。約2メートルって言ってます。で身長答えるときは最後に Tall をつけてあげます。あともう一つの表現は How much is this desk? です。How much は値段を聞くときの表現でしたね。 Much はたくさんという意味です。だから How much money? Money が隠れてると思えばいいですよね。 How much is this desk? この机は値段いくらですかと聞いてます。答える側は It is $70 のように答えます。ではここから助動詞 can と must について見ていきます。まずそもそも助動詞って何やねんっていうと、動詞を助けるって書いてますよね。動詞の前にくっついて意味を付け加えるもの、それが助動詞です。代表的なのは can ですよね。 can はゴニャゴニャできるという意味を付け加えます。例えば I play the piano、 私はピアノをするに can を加えてみましょう。すると I can play the piano、 私はピアノを弾くことができるとなります。ポイントは元の文章の動詞 play の前に can が入ってるんですね。でゴニャゴニャできるという意味が追加されてます。次、助動詞で大切なことは、助動詞の後の動詞の形って原型になるんでしたね。例えばこの He speaks English、 彼は英語を話す、これに can つけたらどうなるでしょうか？ He can speak English となります。ポイントはやっぱり元の動詞 speaks の前に can を入れてるんですが、 can が入ることによって助動詞の後は動詞の原型なんで、この speaks の S が取れてます。彼は英語を話すことができるという文章です。そんな助動詞 can にも今まで通り否定文があります。can の否定文は cannot、 短縮すると can't となります。ゴニャゴニャすることができないという意味ですね。例文としては I cannot swim fast、 私は早く泳ぐことができないという文章です。もちろん短縮形の I can't swim fast でも OK です。そして can にも疑問文ゴニャゴニャすることができますかがあったんですね。 can を先頭にすればいいだけです。例文としては Can Amy sing English songs well? Amy は英語の歌を上手に歌うことができますかという文章です。疑問文じゃない時の形は Amy can sing English songs well です。それを疑問文にしたら can が先頭に来るんですね。答える側も Yes she can や No she cannot のように can を使って答えます。もちろんね、ここは No she can't って短縮しても OK です。そしてさらに大切なのが can と似た意味が出せる別の表現があったんですね。それが be able to です。例えば私はこの質問に答えることができる I can answer this question っていう文章があります。これを be able to を使って書き換えてみましょう。 I am able to answer this question となります。 can を be able to に書き換えることができるんですね。でこの be っていうのは be 動詞のことです。今回は I なんで am を使うんですね。じゃあ次は助動詞 must について見ていきます。どんな意味を付け加えるんでしたっけというと、ゴニャゴニャしなければならないでしたよね。例えば I must start soon、 これは私はすぐに出発しなければならないという意味です。もともとは I start soon という文章で動詞 start の前に must がついてゴニョゴニョしなければならないという意味が加わってます。で must にも似た意味の表現があって have to やったんですね。これ have to じゃなくて have to なんでね、発音も気をつけましょう。例えば I have to do my homework now、 私は今宿題をしなければならないという意味です。この have to のところを must に変えて I must do my homework now でももちろん OK です。
で、肯定文の場合は、must と have to で、それほど意味の違いに神経質にならなくても大丈夫です。まあ、どっちかというと、must は自分の判断、have to はね、外部からの圧力で、そういうイメージがありますけど、それほど気にしなくて大丈夫です。でも、否定文は、形も訳も本当に注意が必要です。must の否定の形は、can と一緒で、must not みたいになります。意味としては、ごにゃごにゃしてはいけないという意味です。でも、have to の否定の形は、don't have to という形になります。訳もゴニャゴニャする必要はないって言って訳が全然違うんですね。例えば You must not run here はあなたはここで走ってはいけないという意味になります。 Must not はゴニャゴニャしてはいけないという意味が出るんでしたね。じゃあ You don't have to go there はどういう意味になるでしょうか。というとあなたはそこへ行く必要がないという意味になります。というのも Don't have to はゴニャゴニャする必要はないという意味やからです。やからね、もうここややこしないと思ったらMust と Have to がイコールと思うじゃなくて Must はもうしなければならない、 Have to はゴニャゴニャする必要があると思う。最初から分けて覚えとけば否定の形にした時もね、意味の違いが分かりやすいかと思います。次、そんな助動詞の中でもよく出てくる重要表現について今から見ていきます。まずは Should です。これはゴニャゴニャすべきという意味が加わります。例えば You should read this book、 あなたはこの本を読むべきだという意味です。You read this book という文章の動詞 read の前に should を入れてね、ごにゃごにゃすべきという意味が加わっています。じゃあ次、 You are kind to old people という文章があります。これはあなたはお年寄りに親切ですという文章です。 Be kind to はごにゃごにゃに親切だという意味、 old people は直訳したら古い人々なんでね、お年寄りと訳します。じゃあこの文章にね、should を入れてあなたはお年寄りに親切にするべきだよって言いたかったらどんな表現になるでしょうか。というと You should be kind to old people という形になります。ポイントは B 動詞 R の前に助動詞 should が入るんですね。で、助動詞の後の動詞の形ってどうなるんでしたっけ、というと原型でしたね。だから Amorize B 動詞の原型は B なんで、ここ B に変わってます。次の重要表現は Will you? Can you? Would you? Could you? です。これらはゴニャゴニャしてくれませんかという意味です。で、4つもあってややこしいんですが、 Would は Will を丁寧にした形です。could は can を丁寧にした形です。スペルもね、一見ややこしそうですが、 would も could も、なんならね、この should もすごい似てますよね。そしたら例文、 will you open the window? これどういう意味になるでしょうか。っていうと窓を開けてくれませんかという意味になります。もちろん will you の部分は would you でも can you でも could you でも OK です。答える側は alright とか I'm sorry I can't とか答えます。 alright は大丈夫ですとか了解ですって意味です。I'm sorry I can't は I'm sorry ごめんなさい私できないですって言ってるんですね。次の重要表現は Can I ごにゃごにゃとか May I ごにゃごにゃです。これはごにゃごにゃしてもいいですかという意味です。例えば Can I eat this orange? これどういう意味でしょうか。っていうと私はこのオレンジを食べてもいいですかという意味です。もちろんこの Can I の部分は May I でも OK です。答える側は Sure とか I'm sorry you can't のように答えます。 Sure はもちろんって意味ですね。I'm sorry you can't はさっきと一緒でごめんなさいあなたはできませんと言ってます。そしてこのもちろんという表現は他にも of course とかも使われます。じゃああともう一つだけ助動詞見ておきましょう。それが shall です。 shall を見たらごにゃごにゃしましょうを思い浮かべます。実際文でよく出会うのはこの2つの形です。 shall I ごにゃごにゃと shall we ごにゃごにゃ。 shall I ごにゃごにゃの場合は私がごにゃごにゃしましょうかという意味になります。Shall we ごにゃごにゃの時は私たちでごにゃごにゃしませんかという意味になります。例えば Shall I carry your bag? これどういう意味になるでしょうか。 Shall I は私がごにゃごにゃしましょうかという意味でしたね。私があなたのバッグを運びましょうかという意味になります。答える側は Yes please とか No thank you のように答えます。はいお願いしますは Yes please、 いいえ結構ですは No thank you です。じゃあ次、 Shall we go to the library? これどういう意味でしょうか。というと、私たちで図書館行きませんか?むしろ、私たち図書館に行きましょうよと、こう誘い文章になるんですね。よく言われるのが、shall we call let's です。let's はごにゃごにゃしましょうって意味でしたね。let's go to the library と同じ意味です。だから答えも、yes let's や no let's not のように、let's を使って答えます。では次は、接続詞を見ていきます。接続詞、接続する言葉、つなぐ言葉、それが接続詞でしたね。まずは、and, but, or, so を見ていきます。まずは and から見ていきましょう。 and はととかそしてって訳すんでしたね。 x and y で x と y、 ごにゃごにゃ and 点々点でごにゃごにゃそして点々点。例文で見てみましょう。
Amy and Tom are good friends. この and は Amy と Tom をつないでいます。Amy と Tom は良い友達ですという意味です。じゃあ次の例文。I visited the zoo and had a good time. この例文では and は visited the zoo と had a good time をつないでいます。Visited は訪れる visit の過去形ですね。Zoo は動物園です。動物園を訪れた。そして had a good time。直訳したら良い時間を持った、楽しんだと訳します。だから私は動物園を訪れて、そして楽しんだという文章です。特にこの and を使うとすごい重要表現があって、 both x and y、 これは x と y の両方ともという意味でしたよね。例文はこんな感じです。 I like both dogs and cats。 私は犬と猫両方ともが好きですという意味です。では次は but を見ていきます。バットはしかしとかでもという意味でしたね。ゴニャゴニャバット点点点、ゴニャゴニャしかし点点点という意味です。例文見ていきます。 It was raining but I went out。 Rain は雨が降るっていう動詞でしたね。それが was raining、 B 動詞再 NG で過去進行形になって雨が降っていたです。天気の主語は it を使うんでしたね。雨が降っていた、でもしかし私は外へ出た。 went out は go out の過去形です。次の例文。My sister can play the piano, but I can't. 私のお姉ちゃんはピアノを弾くことができる。でもしかし私はできないという文章です。本来この can't の後には play the piano があるんですね。でも play the piano ここ入れちゃうとね、もう play the piano、 play the piano しつこいんで省略してるんですね。では次 or を見ていきます。X or Y で X か Y、X それとも Y という意味です。例えばこの文、 Is this table yours or hers?このテーブルはあなたのものですか、それとも彼女のものですかという意味です。また or にもね、さっきの and みたいに both x and y みたいに重要表現あったんですね。それが either x or y です。 x か y のどちらか一方という意味でした。例えば either you or I must go、 あなたか私のどちらか一方が行かなければならないという意味です。 must はしなければならないという助動詞でしたよね。じゃあ最後は so を見ていきましょう。ゴニャゴニャそう点点点で、ゴニャゴニャそれでだから点点点という意味です。例えば She was very tired, so I helped her。 彼女はとても疲れていた、だから私は彼女を手伝った、助けたという意味です。もう一つ例文見ておきましょう。 It was cold, so I closed the window。 寒かった、だから私は閉めた窓を、寒かったので私は窓を閉めたという文章です。天気の主語は It を使うんでしたね。ではここから接続詞 when、because、if、that を見ていきます。これらは後ろに主語と動詞 s と v が続く接続詞です。早速見ていきましょう。 when、sv っていうのは s が v する時と訳します。例えば when I was a child, I lived in 大阪。この文章は私は子供だった時、私は大阪に住んでいたという文章です。ポイントはやっぱりこの面を時と訳すことですよね。で、ちょっと待ってくれと。when っていつっていう意味じゃなかったっけって思うかもしれないですが、when は疑問文ではいつっていう意味でしたよね。when do you play tennis? あなたはいつテニスをしますか、疑問文ならいつです。でも今回みたいに when sv やったら s が v する時と訳します。そしてさらにこの when sv の文章は前と後ろをひっくり返しても OK だったんですよね。つまり I lived in 大阪 when I was a child とできます。で、注目点は上の文章の場合はカンマが必ず必要です。でも下の文章の場合はカンマはいらないですね。なんでかっていうと、この when のところではっきりこの前と後ろが切れているというのがわかるからです。 I lived in 大阪、私は大阪に住んでたよ。 when I was a child、 私が子供の時に。下の文章だと when のところで前と後ろがしっかり分かれているのがわかるんですね。でも上の文章の場合は when が先頭にあるので、もしここねカンマがなかったらなんかどこで区切れるか分かりにくいですよね。だから上の文章 when が先に出ている時はちゃんとこの点カンマがいるよと。で、when をね後に持ってくる場合はカンマいらなくなるっていうのもポイントです。もう一つ別の例も見ておきましょう。 when my mother came home, I was watching TV。 この文章で強調したいのは when っていうのは進行形とすごい相性がいいよということです。今回の文章でも When my mother came home、 came home は come home、 家に帰ってくるの過去形です。私のお母さんが家に帰ってきた時、 I was watching TV、 私はテレビを見ていた、 B 動詞は ING で進行形だったんですね。そしてもちろんこの文章も前と後ろひっくり返して I was watching TV when my mother came home ってできます。やっぱり when が後ろにある場合はコンマはいらないんですね。じゃあ次は if の文章を見ていきます。
If S V でもし S が V すればという意味です。例えばこういう文章、 If you are busy, I will help you。 もしあなたが忙しいなら私はあなたを手伝う、助けるでしょうという文章です。作り的には文の時と一緒ですね。 If S V が来て切れ目がわかるように点、 I will help you。 Will は未来形でしたよね。そして if の時も文の時と同様に前と後ろをひっくり返すことができます。 I will help you if you are busy。 私はあなたを手伝う、助けるでしょう、もしあなたが忙しいならという文章です。やっぱり if が後ろにあるからカンマはいらなくなるんですね。では次は because 見ていきましょう。 because SV はなぜなら S は V するからという意味です。例えばこの文章、 because I was very tired, I went to bed early。 very tired はとても疲れたという意味でしたね。went to bed は go to bed の過去形、寝たです。あるいは早く、だから私はとても疲れていたので私は早く寝たという意味です。もちろん because も前と後ろひっくり返して I went to bed early because I was very tired とできます。そしてカンマのあるなしのルールもさっきまでと一緒です。で because はその意味的に why との相性がいいです。 why はなぜでしたね。 why did you open the window? because it was hot。なぜあなたは窓を開けたんですか。なぜなら暑かったからです。天気とか気温の主語は it を使うというのもポイントでしたよね。じゃあラスト、接続詞 that を見ていきましょう。 that SV で S が V するということという意味が出ます。 that はね、あれのイメージが強いですが、後ろに SV 続くとということという意味が出るんですね。例えばこの文章を見てください。 I think that she is a good girl。 私は思う、考える、彼女が良い少女であるということ、私は彼女が良い少女だと思うという文章です。この that に関してはさっきの when because if みたいに前後ろをひっくり返すということはできないです。代わりにというわけではないですが、この that は、ね、省略できます。 I think she is a good girl と言っても全く同じ意味です。もう一つ例文見ておきましょう。 I know that Tom is from America。 私は知っているよ、トムがアメリカ出身だということ、私はトムがアメリカ出身と知っているという意味です。そしてもちろんこの文章も that を省略して I know Tom is from America とできます。じゃあ次、前置詞見ていきましょう。ここがね、品詞の最後のところです。ここまで頑張った方、本当お疲れ様でした。ラストね、もう一踏ん張りしましょう。まずそもそもね、前置詞って何やねんっていうと、漢字が結構教えてくれてます。名詞とか名詞の塊の前において意味を付け加える、プラスする言葉、それが前置詞です。じゃあどんな意味をプラスすんねんっていうと、残念ながら意味がめっちゃたくさんあるんですね。やからこそ根っこのイメージが大事でした。例えばインゴニャゴニャっていうのはゴニャゴニャの中というイメージでしたよね。場所とか時間、年、季節、月を表す言葉と一緒に使われます。例えばこの文章、 In Japan, school starts in April。 2つの場所でインが使われてますよね。直訳すると、日本の中では学校は始まるよ4月の中で。自然に訳すと、日本では学校は4月に始まるとなります。大切な感覚としては、インはやっぱりゴニャゴニャの中って思っておくんですね。で、国の前にはインとか、月の前ではインっていうふうに思っておくことです。別の例文見ておきましょう。 He went walking in the park in the morning。 went walking は go walking、 散歩に行くの過去形です。散歩に行った。 in the park、 公園の中を。 in the morning、 モーニングは朝でしたね。朝の中やから、これ午前中にと訳します。彼は午前中に公園に散歩に行ったという文章です。やっぱり大事な感覚としては、 in っていうのはゴニャゴニャの中と思っておくんですね。で、公園でっていうのは公園の中やから in the park って in をつける。午前中ももう in the morning で、これで一セットと思っておくといいです。じゃあ次、前置詞 at を見ておきましょう。 at は一点を指すイメージです。 p って感じです。地点とか時刻を表すのに使います。例文見てみましょう。Shall we meet at the station? Shall we はゴニャゴニャしませんかっていう意味でしたね。 meet はステーションは駅です。で、この駅には at が使われているんですね。イメージとしてはこう地図があってね、この駅で会おうやって言ってる、そういうイメージです。で、この at の部分を in に変えることもできます。その場合 in the station にしたら駅の中で会おうよっていう、そういうニュアンスになります。もう一つ例文見ておきましょう。 Our school starts at 9。私たちの学校は始まるよ9時にという意味です。これも時間の前は at を使うんですね。イメージとしては時計があって、この9時に始まるよという、そういうイメージです。さっき in の中で似たような文章ありましたね。 school starts in April。 この場合 April っていうのは幅広い月っていう範囲の中で始まるっていう点やから in を使います。
月の前ではいいんです。でも時間の前ではこの時間っていうふうに言っても指すイメージなんで at を使うということです。次オン行きましょう。オンは接触のイメージです。場所を表すときはゴニャゴニャの上が多いです。あと曜日とか日付の前もオンです。例文見ておきましょう。 3 pencils are on the desk。 am are is B 動詞にはどこどこにいる、どこどこにあるという意味もあったんですね。3本のペンが机の上にあるという意味です。この絵見てください。下手くそだけどこれ机の上にペンがあるという状況です。で地球というのはね、重力があるから接触している時って大抵上にあるんですね。だからオンはなんちゃらの上と訳されることが多いです。でも何でもかんでもね、上って訳せばいいわけじゃなくて、例えば壁にカレンダーがあるって言いたいとき、壁の上じゃないけどオンを使います。 on the wall みたいに。だって壁に接触してますもんね、カレンダーって。じゃあ次の部分見ておきましょう。I met Tom on May 7th. Met は meet out の過去形。で、May は5月でしたね。で、この May 7th っていうのは5月7日のことです。そして大事なことは、そういう特定の日付の前では on を使います。さっきね、月があったら in やったらちゃうんかって思ったかもしれないですけど、今回は May 7th っていう特定の日付を表してるんで on を使います。日付、この7のとこがなかったら in です。in May です。でも今回は May 7th、5月7日と特定の日付なんで on を使います。別の例文を見ておきましょう。 She practices the piano on Mondays。 Practice は練習する、 Monday は月曜日でしたね。で、大切なことは曜日の前は on を使うということです。曜日は on とも覚えておきましょう。で、そんな on、曜日においてね、曜日の後ろに S ついてたらこれ複数の S です。毎週間が出ます。 on Mondays で毎週月曜日という意味になるんですね。だから彼女は毎週月曜日にピアノを練習するという意味です。じゃあ次は前置詞の for を見ていきましょう。 for はゴニャゴニャへ向けてのイメージです。あとね、ゴニャゴニャ感っていう時の長さを表すのにも使います。例えばこの文章を見てください。 I will leave Tokyo for London tomorrow。 leave は去るとか出発するという意味でしたね。 leave Tokyo、 東京を去るよ、東京出発するよと言っています。 for London、 ロンドンへ向けてです。で、tomorrow は明日、明日やから未来形の will が使われています。私は明日ロンドンへ向けて東京を去る、出発するつもりですという意味です。次の例も見ましょう。 This is a present for you。 これも直訳したらこれはプレゼントだよ、あなたへ向けてのということは、自然な訳にしたらこれはあなたのためのプレゼントですとなります。次の例も見ましょう。 I watched TV for 5 hours last night。 まず I watched TV、 私はテレビを見たよと言ってます。で、 for 5 hours、 この hours っていう hour は秒、分、時間の時間です。現は2時間まででの時間です。 for 5 hours で5時間という訳です。この for にはね、ゴニャゴニャ間という時の長さを表すっていうのがあるって言ってましたよね。それのことです。 for 5 hours、 5時間です。で、 last night、 昨晩だから、私は昨晩5時間テレビを見たという意味になります。で、ここでね、中学英語でもう一つ大事なゴニャゴニャの間という表現ありましたね。 during です。じゃあこのね、for ゴニャゴニャと during ゴニャゴニャやったら一体何が違うかと。というと、for の場合は時の長さを表します。for 5 hours みたいに5時間の間っていうその時の長さを表します。during はいつの期間かを表してます。例文見ておきましょう。I went to Okinawa during summer vacation。 私は沖縄行ったよ、夏休みの間に。夏休みっていう期間の間を表したいから、この時は during を使います。for は時の長さを表すんですね。during はいつの期間かっていうのを表します。ここを明確に区別しておきましょう。じゃあ前置詞のラスト、with 見ていきましょう。with ゴニャゴニャは、ゴニャゴニャと一緒のイメージです。例えばこの文。I went to 名古屋 with my friend。 私は名古屋へ行ったよ、私の友達と一緒に。もうイメージ通りの訳で大丈夫です。でもこういう文もあります。I have a cat with blue eyes。 have には持つ以外にもペットを飼うという意味もありましたね。 I have a cat、 私は猫を飼っているよ、 with blue eyes。 これ直訳したら青い目と一緒の猫、青い目と一緒の猫っていうことは青い目をした猫ですよね。私は青い目をした猫を飼っていると訳します。これにて品詞は全部終了です。ここまで頑張った方、ほんまにお疲れ様でした。